アンドリューさん、川原ですけど、今渋谷です。はいもしもし。もしも,し,も,し,もし。聞こえますか川原です。あ、川原さん。お疲れ様です。今どちらですか渋谷なんですけど、あのー、なんか電話入ってますかもしもし。川原さん。すみません。もう少し大きい声で。 何か電話入ってますかいいえ、今のところはありません。わかりました。じゃあ、今から戻ります。それで、山本部長のご自宅の電話番号を教えてもらえないでしょうかね。山本のですかあの、私には分かりかねますので、少々お待ちいただけますか電話を保留にして、近くの同僚に。ちょっと… 変な人からなんだけど、部長のうちの電話番号を教えるだって。よくわかんないんで変わってもらえるお電話変わりました。どういったご用件でしょうか部長さんと直接話したいんですけどね。先ほどのものも申したかと思いますが、山本は本日外出しておりまして、こちらには戻らない予定なんですが。あのね、昨日から何回も電話くれるように頼んでるんだけどね。ちゃんと伝えてもらってるのかな。 ええ、それはもちろんじゃあ何部長はかける気がないってことだねいえ、そんなことはないと思いますじゃあ、部長の自宅の電話番号教えてよ申し訳ありません規則で社員の自宅の電話番号はお教えできないことになっているんですが規則山本から連絡が入ると思いますので必ずお電話させるようにいたします まったくね失礼だけどはあ、佐藤と申します労働通信広報部ですスター電機の浅岡と申しますが御社の池永様と11時に待ち合わせをしておりましたところこの時間になってもお目にかかれませんのでそちらにお電話差し上げたわけなんですがああ、はい先ほど池永から電話がありました 電車の事故があったのでお約束の時間に間に合わないかもしれませんでも必ず参りますのでそこで待っていてくださいと伝えるように頼まれましたわかりましたじゃあもうしばらくお待ちいたしますご迷惑おかけしますがよろしくお願いいたします申し訳ありません岡林はただいま出ておりますがそうですか 実は急いでいるんですが連絡つけてもらえませんかええじゃあちょっと連絡取ってみますのでじゃあ支給お願いします30分後すみません先ほどお電話いただいた平川障子の工藤ですがあどうも電話入りましたそれがまだ連絡ないんですいかがいたしましょうそうですねしょうがないですね 申し訳ありません。わかりました。まあ、とにかく待っていますから、お願いしますね。クリスさん、お願いします。はい、お待ちください。失礼ですが、佐野と申します。電話を保留にして。クリスさん、2番にお電話です。佐野さんという方。佐野さんはい、すいません。電話に出て。 お電話変わりました。クリスです。あ、どうも。早速ですけど、例の春キャン、銀座のホコテンで OK だそうです。あ、ちょっと、どちらの佐野さんですか作報堂の佐野ですけど。ちょっとお待ちください。電話を保留にする。こ玉さん、この電話よくわからないんですけど、ちょっと変わってもらえますかあええ、いいですよ。 電話に出る。すみません。今のもの、日本語がよくわからないものですから、お電話変わりました。えそちら、ダイヤ企画さんじゃないんですかえ、違いますが。あ、どうも失礼いたしました。間違えました。あ、どういたしまして。電話を切る。何の電話だったの間違い電話だよ。 JTP でございますあのお宅の表計算ソフトを買ったんですけどはいそのインストールがうまくいかなくてお聞きしたいんですがあの大変申し訳ありませんがこちらは広告代理店なんですけれどもえでも JTP さんでしょええ確かにそうなんですが同じ名前の会社が都内に二つあるんですよ もう一つの方の会社ではないでしょうかあ、そうだねいや、申し訳ないいいえ、お役に立てませんで失礼しますすみませんが操作についてお聞きしたいんですがこちらはソフトウェア事業部でしてあの、お客様のご要件はサポートセンターで受けたまわりますサポートセンターは 直通の番号がございます。恐れ入りますが、そちらにおかけ直し願えませんでしょうか？番号は？tic トラベルの春日と言いますが、大塚さんですか？はい、おめでとうございます。は、あなたは2000名の中から選ばれました。アメリカ旅行のチャンスです。ああ。 そういう話には興味がありませんので部長、ちょっとよろしいですかはいあの、今度のイベントの広告代理店のことなんですがああ、君担当だったねええ、それで実はイギリス人の友達なんですが日本で広告代理店に勤めていまして送迎道という会社なんですが そうけね、聞いたことないねあまり大きいところじゃありませんので今テレビでやってるカツラの CM ご覧になったことありませんあれそこのなんですけどうーん、そうなんだ他にも2、3流れてると思いますけど会うだけでも無理でしょうかじゃあちょっと営業に聞いてみるか 早川さん、コピーお願いします。すいません、今ちょっと手が離せないんですが。会議が3時から始まるんで、急いでいるんですが。あの、部長から急ぎの仕事を頼まれてて、3時頃までかかると思うんですけど。そうですか。あの、橋本さんなら大丈夫じゃないでしょうか。あ、そうですか。じゃあ橋本さんに聞いてみます。すみませんが、何 月曜日までにいただけることになっていた資料の件なんですが。ああれもうちょっと待ってくれるいついただけますかうーん今日中に何とかすればいいかな。ええ。お忙しいところ申し訳ないんですけどこちらもちょっと急いでるものですから。わかった。できるだけ早く持ってくから。ごめんね。い,いえ。じゃあ。 よろししくお願いします三浦さん連休はどうだったああ友達と海へ行ってねいい天気だったけどすごい渋滞で帰ってくるのに6時間もかかっちゃったよそう大変だったのねあのさ何か忘れていない何だっけここれこれ 指でお金の形を示してごめん、完璧に忘れてた返そうと思って別にしといたんだちょっと待ってはい、これどうもありがとう悪いね、遅くなっちゃってなんか、催促しちゃったみたいでうん,うん、こっち側忘れてたんだからすみません ピザ注文したいんですけどメニューがないんではいそれではサイズの方は10インチと12インチがございますがじゃあ12インチでお願いしますはいそれから生地の方はクリスピータイプとパンタイプがございますがどちらになさいますかクリスピータイプの方。クリスピーですねかしこまりましたトッピングは何になさいますかえっと マッシュルームとピーマンとペパロニとオニオンのが1枚それからトマトとピーマンとオニオンとコーンとアンチョビのが1枚それでダブルチーズっていうのはできますはい、できますじゃあ両方ダブルチーズにしてくださいはい、ではご住所とお名前の方をお願いいたしますはい 全国航空予約センターでございます。すみません。11月20日の4時発の福岡行き1枚お願いします。はい、11月20日16時福岡行きですね。恐れ入ります。往復でございますか？はい、おかえりははい。おかえりですか？あのお帰りの便はいつがよろしいですか？ああ。 11月22日ですけど最終便は何時ですか20時50分ですそうですかじゃあ往復じゃなくて片道にしますかしこまりましたおタバコはすいませんあの窓側の席の方がいいんですがかしこまりましたお名前お年それからお電話番号をお願いいたします ねえ、リーさん今週の金曜なんだけど猪瀬係長の送別会があるの知ってるよねええでも先週返事しましたよ富永さんも無理だなって言ってたじゃないですかうんそうなんだけど実はもう店に予約入れちゃったんだけど人数集まらないらしいんだよええ、だって係長の送別会でしょ何でみんな行かないんですかうん。 ほら、係長もああいいう人じゃないだから女の子たちが行きたがらなくてそれでね僕と桜井さんは何とか都合をつけて行くことにしたんだけどリーさんも一緒に行かないうーん今週の金曜日ですよねそうですねちょっと予定を調べてみます今日中に知らせますからうん待ってるよ お世話になっております ACC 紹介の倉橋ですがあの先日のイメージポスターなんですがいくつかサンプルが上がりましたのでお持ちしたいと思うんですがそうですか早いですねじゃあ見せていただきましょうかそれでは明日の2時ではいかがでしょうか 2>, 2時はちょっと会議が入っているんででは何時頃がよろしいでしょうか そうですねそれでは4時ではどうでしょうはい結構ですそれでは4時に伺わせていただきますはいお待ちしております失礼いたしますビーガンさん今晩空いてますかすみません今晩は予定があるんですじゃあ明日の夜はすみません明日は寮で歓迎会があります あ、そうなのうちでもしようと思ってたんだけどビーガさんいつ都合がいいですかそうですね今週は金曜日しか空いていないんですけどじゃあ金曜日にしよう開けといてくださいねはいすみません